モナシアドレーヌは、フランス、コルス地方公共団体、コルスデュシュド県のコミューン。オルメト島は、ジェノバ共和国支配時代に建設されたモナシアドレーヌは、島の南端を占めるフレト地方に属する。コミューンは北西をサルテーヌと南東をピアノカルト接している。コミューンには、スパルタの川とシオクシア川が流れる。言い伝えによると、モナーシャとは、 修道士の姿に見える岩、は、コミューンの沖合に浮かぶ小島から名付けられたという。コミューンは、1864年3月30日の帝国デクレにより、オレーヌの集落から独立した村となった。この分離は、土地区画の紛争によるものである。フランス第二定政時代、この紛争は、政治的理由から強くなった。2010年時点で、 モナシアドレーヌには462人が、オレーヌには182人が住民登録していた。人口数は夏の休暇時期にコルス人が言うところのディアスポラたちがやってくると普段の5倍かそれ以上になる。参照元1962年から1999年までは複数コミューンに住所登録をする者の,の重複分を除いたもの。それ以降は 当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。